はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。本日は PS5 からモンスターハンターライズやっていこうと思います。私はスイッチでね、もういいとこまで結構進んでるんですよ、これ。で、どうしようかなって最近知ったんですよね。ほんと最近ライブで教えていただいて、PS5 でモンハンライズできるんだということでね。で、グラフィックとか、まあ、大まかに言うと何が違うのってグラフィックぐらいですよね。だいたい極端に言うと。ただ、グラフィック、一応自分のできる範囲で最大でやってやろうかと思って、今回は 4K60 で、ちょっとやってみたいと思います。かなり、高画質で、皆さんも、見ていただけるのかなと思いますね。はい。段差にしますか。また。ね。ちょっと僕のキャラクリかなり時間かかるんでね。ただもうライズかなりやってる方多いと思うので、今更なんですよね。だから飛ばしていこうかなと思うんですけど、キャラクリとかもね。もともと何から引っ張ってったんだっけ？ここら辺から、俺多分これの派生なんだよね。この顔の派生。一番自分の顔に近いなと思って、この派生にしてあるはずなんだよね。あ、そういう設定か。頬の膨らみ、ちょっとこけてる感じか、これだと。まあじゃあ、顎、なるほどね。出てた方がかっこいいんじゃね。で、顎の位置わかんねえ。違いがわかんねえよ。あ、上に行くか下に行くかってことね。じゃあ、中途半端に。で、顎、先の幅。あ、なるほどね。ちょっとごついか、シュッとしてるかだね。えら。エラ少しあった方がいいんじゃないか。今セーブされた？その前に肌は、なんだ今の。ここだよね。もともとね、色黒い方ではあるんですけどね。健全な色にしとくか。はい。おじいちゃんに、あ、だ、年齢100ってもうそろそろね、もうそろそろいっちゃいそうな感じ。ちょうどいいところで、30ぐらい。ちょっと油の乗った30にしときますか。筋肉、量。そこまで変わらなくね？あれ変わらなくない？何も変わんねえような気がするんだけど。じゃあもうこんな感じで。髪。あ、なんか。長瀬みたいだ。あ、これもいいと思うんだけどね。かっこいいな。ああ。一歩間違うと、これ長瀬っぽいよね。ホストだからな。これ女でしょうよ。いや、女でしょって。ああ、潔いね。いや、女でしょうよって。全然違うから。どうする？たまにはアフロもありかもしれないけど。え、髪型ってこんなに少ねえのですか？
なんか普通も面白くないよね。え、これしか選べないのか。じゃあアフロでいいや。ああ、カラー選べんだ。あ、この色だったら別にあれじゃない？お金、普通だったらこれですよね。ベタっていうか、なんか芸がないというか、普通すぎるんだよな。眉。なんか眉っていうか、この質感は入れ墨だよね。切れ長のアフロ。いやいや、アフロに切れ長合わないよね。阿部寛みたくなってきた。ここら辺いいな。これにしとこう。眉毛も髪の毛と合わせますか。うん、こんなもんしとこう。額？アフロだから全然わかんねえ。まあ、うん。で、眉間。まあ適当でいいや。で、眉間の位置。あ、なんか優しそう。かっこいいね。やっぱここ目と眉の間はね、狭ければ狭い方がイケメンなんすよ。上まぶた。寝てるやんけ。もう悟ってるよね、俺。下まぶた、これ37。やらしい目してんな、なんか。おう、なんかね、モザイク見えねえなみたいなね。どうにかしてモザイク見てやんよみたいな。目尻。16。ここら辺でいいかな。目の奥行き33。わあ、引っ込みすぎんのか。よくわかんない。50ぐらいでいっか。目の幅33。ああ、なるほどね。50ぐらいでいいんじゃない。目の位置100。57ぐらい。瞳の大きさ33。うわ、ちょっと気持ち悪い。うん、こんなもんで。鼻。いや、あのね、中腹がボコーンと出てる鼻嫌いなんだよね。鼻の位置33。デフォーはいいかな。30ぐらいで。鼻筋の高さ37。うん、こんなもんで。鼻先の位置66。下向いちゃうんだね、鼻先がね。そうだね、そんなもんで。鼻筋の幅55。この辺は50ぐらいで。小鼻の幅。あ、デフォみんな忘れた。こんな感じいいかな。小鼻の位置56。
あ、なんか豚さんみたい。16。口。40。奥行きか。うん、まあ、うん。口の幅23。デフォ、まあ、0でもいいかもな。口の位置85。明日行くのか。あ、70ぐらいで。口角、33。あ、優しいね。うん、ちょっと心にゆとりがありそうな口角だよね。で、唇の厚み30。そうだね、デフォぐらいいっか。で、ヒゲ、ヒゲはね、リアルだとね、顎ヒゲなんだわ俺、これなんだわきっと。これかっこいいよね、エラの方まで。これいいな。どうするよ、なんかひげも眉毛もさ、もうベタっと皮膚にくっついちゃってんだよね。フサフサしてる感じじゃなくて、もう入れ墨掘ってるような感じになっちゃってんだこれ。フサフサ感欲しいよね。ほら落書きしてるような感じになってるでしょ、マーカーで。フサフサ感がないんですよ。強そうだけどね。ああ、なんか、うん、ご祝儀くれそう。おお、これいいね。ここに、ここでリアルにこだわってもしょうがないから、これにしようぜ、これにしようぜ。わあ、かっこいいじゃねえか。化粧。ああ。アイシャドウとかチークとかね。は、いいかな。傷とかね。いらねえわ。うん。インナー。おー、なんか伝統的なスタイルだよね。赤、赤がいい。赤。の色は何だった？ボイス。よろしく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 。どうも。どうも。こんにちは。こんにちは。あ、だ、青年じゃねえか。青年だ。ダメだそれ。幸せいっぱい。全然似合わねえわ。よろしくな。よろしくな。あ、なんか似合いそう。4番似合いそう。よろしく。よろしく。感服しました。感服しました。歓喜。我が首領、ご覧あれ。あー、ちょっとかっこいいな。楽しもうな。楽しもうな。やるじゃねえか。やるじゃねえか。ほう。狩りは面白いな。ちょっと違うな。よろしくな。よろしく。ちょっとこれ違うな。これ違うな。おっさんだな、これな。愉快、痛快ってやつだ。違う、それ違う、それ。それ団長みたいなやつ。やるのか。違う、やらない、やらない。あ、ホムラのごとく。こう見えて女の声。やっほ。あたしは、強いよ。よろしくお願いします。これだったらどうしよう。この面でこの声。完璧ですね。完璧ですね。とても楽しみ。あら、どうも。よろしく。楽しみましょう。よろしくな。ごきげんよう。はい、よろしく。お見事。よっしゃ。僕は最高だぜ。やっほー。決まったぜ。イエイイエイイエイ。なんかお調子者だ。これにしようね。すぐ死にそうな感じ。これにしよう。どうした？
どうした？吉本行けよ吉本。よ、生かしてる。ああ、まあいいよいいよ、なんでもいいよもう。これで行こうか。設定情報の一覧。ああ、すげえな。セーブロード。セーブ。はい。行きますか。じゃあ。決定。ああ、名前ね。名前どうする？ひらがな、カタカナは？あ、間違えた。名前。なんだ、このテキストだけバツ決定なんだ。このゲームはね、PS5 ってほらバツ決定じゃないですか。このゲームはだけ丸決定って決めたんですけど、このテキストだけバツ決定なんですね。俺わかんなくて今、丸押しちゃったんだよね。ケルビの角とか出てる。ケル。ケル。ケルタ。いや、いつもはケルスケ。ケルスケ。ケルスケでいいです。はい。いや、だから、もう決定が、あ、こっちへ行く。いや、しまった。犬がいた。犬。この動画。犬はですね、はい、やんなきゃダメかな、やっぱり。ダメだよね、やんなきゃね。そうだよね、お供だからね。でも俺多分ね、アイルーと一緒に動くんでね、犬使わないっすよね。かっこいいな、これ。あ、目つぶれてるんだ。かっこいいね、こいつね。グレイハウンドってこんな感じでしたっけ？うわぁ。ハイエナっぽい。かっこいい。カラー設定。なんかさ、茶系の方がさ、ほら、汚れた感じで良くない？泥とかついてる感じで。うん、これいいと思うよ。目。あー。優しくなっちゃったね。デフォが、これでいくか。これいいね。目はね、どうしま、オッドアイだ。なぜオッドアイになった？あ、なるほどね。そういうことか。オッドアイじゃなくても別にいいんですけどね。耳のタイプ。おっと、背景が変わった。かっこいいな。耳は後ろ向いてんのもかっこいいですね。これか。いやー、後ろ向いてるのかっこいいな。尻尾。これちょっとキツネみたいだね。こうかな。ちょっとやっぱシェパードみたいだね。インナー？インナー白にしよう。ボイス。
難しいな。こうだな。うん、オッケー。名前か、名前いくのか。名前、あのね、スイッチの時はね、漢字だったんですよね。見たらいとかね。どうしよっかな、こっち。お、む、ら、おむら。おむら。いいですか、はい。アイルーもいたんだったもう、ああ、もう、そうですか。だんだんね、適当になっていくんだよね。チャトラが好きなので、チャトラ、ちょっと背景変えたい。背景ってどうやって変えた？そうだね。チャトラがね、可愛いよね。毛並み。いや、チャトラや、あ、おぉ。チャトラ、チャトラ。そう、チャトラ。このカラー可愛いからこれでいいかな。ね。これなんか美味しそうなカラー、美味しそうというかなんか。目。うわぁ。可愛いね。こっちにしよう。君もオッドアイにするかい？あー、こっちに行こう。尻尾、いや、あのピカチュウみたいなやつ、これこれこれ、ピカチュウみたいなやつがいいかな。これこれこれ、インナー、インナーは別に赤とかでよくない？ボイス、かわいい。うん、ここら辺しとこうか。サポートタイプか。最初は僕は、結構私はすぐ死ぬので、ヒーラーから行きますか。でもなんかあったんだよな、アシストがいいんだっけ。なんかなんかあったよね。これがいいとかあったよね。相性があるんだっけ。まあ、いや、最初はちょっとヒーラーにしとこう。セーブ。決定。どうする猫。マル。もうね、困った時はいつもマルなんですよ、モンハンでは。私は違う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 、マル。これでこっからスタートですね。やべ、もう30分だよ。日の絵姉様、完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも
指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです。え、勝手に入ってきちゃダメ？嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。モンスターハンターライズ。今フミが届いたぞ。近々百竜夜行が起こるそうだ。ついに始まってしまうのですね。うん。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あまたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。ん？うん？頼もしい限り。はいはい、さてさて、こっからちょっとね、進めると時間がかなり経ってしまうので、ちょうど今30分ぐらい。まあ、霧のいいとこなんで、ここら辺にしときましょうか。グラフィックやばいっすね、やっぱりね。特に、作ったキャラクターよりは、元々からいる NPC の方がね、の方の肌質とか、髪の毛とかを見てると全然質が違いますよね。細かいところまで描写されてるっていうか、あと輪郭がすげえくっきりしてるんですよね。で、スイッチはフレームレートは30だったんですけど、こちらは60なんですよ。なので、細かい部分まで今 4K でお伝えしてるんですけど、細かい部分の描写がされてて、さらに滑らかに動く。これはバトル時においてはかなり、ぬるんぬるぬるぬる感じると思います。はい、では今日はキャラクリメインでお伝えして、ちょっとムービーもね、お店見ていただいたんですけど、次回からちょっと進めていこうかなと思います。前編通してやろうかどうか迷ってますね。もうスイッチで一回やっちゃったから飛びやっちゃうか、あと再生リストどうしようか、ちょっと
考え中ではあります。はい。とりあえず今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。